おはようございますエンゾーですで6月23日、はい、朝会、よろしくお願いします。ということで、これ、やっぱり昨日はパウル FRB 議長の,あの議会証言ですね、もうこれで結構、まあ、乱高下したというか、株価一時、えー、上昇局面にあったんですが、まあそれがまた、えー、発言で下落するということで、結局、まあ、プラマイゼロぐらいで、えー、ダウも落ち着いたということで、えー、っと、動きに、結果的には動きになりましたよね。で まあ、ポイントとしてはリセッションの可能性は高まっていない継続的に利上げ適切ということでただあのリセッションの可能景気後退の可能性はあるよということは言っていましたよね。でまあ、あのー インフレが高水準であるからこれを引き下げるために強くコミットし,、うん、しているそのために迅速に動くということをやはり強調したということで、えー、物価の抑制に全力をあということを言ってましたあとまあ質問されたので、えー、一度に1%の利上げを行う可能性あるかっていうふうに聞かれて、えー、まあそれが、えー、正当化されればいかなる選択肢も排除しないということを 言っていましたあとはやっぱり我々がコントロールできない多くの要因が非常に重要な役割を果たすことが判明しているということでエネルギー価格とか食料品の上昇っていうのはフェドがコントロールできないものなんだよっていうことは言ってましたね。はい、それ以外のものをフェドはコントロールできるところでインフレの抑制に注力するっていうことを強調していました。 まあ、だから決して、えっと、景気減速を望むものではないけど結果としてそうなる可能性はあるといったことで、まあ、それでアメリカ長期金利が低下してドルが少し軟化する局面もありましたね。まああとととは中間選挙近いということにあって で民主党共和党両党から批判されるっていう感じですよねエリザベス・ウォーレンまあ、民主党の大統領候補専門にも出た彼女なんかは えと失業が何百人も失業する景気リスクを高めるような利上げを強行したというふうに言ってるしトム・ティリス上院議員は、まあ、従来からよく知られてる金融政策ルールに従えば利上げが可能だったにもかかわらず早期に行わなかったという批判をしました。まあ、FRB といいううかアメリカののの金融界ではテーラーラルールっていう独特のそのある このぐらいの経済状況では、えー、FRB の FF 金利というのはこのぐらいがいいという、まあ、テーラルールというのもあるんですが、まあ、それによると今,の今は現状ではもっと金利が高くなければいけないとただパ、あのー、ウエル議長はこれに対してテーラルールによって金利が決められたことは今までないということで、まあ、あくまでこれは参考ということですね。過去の。 人たちもテラルールに従って金利を上下させたんではなくて、まあ、そういうのが一応ルールとしてあるよというところですこのバイオルさんのお発言を受けて、えー、フェドウォッチなんかを見るとお7月の FMC では0.75%っていうのが有力で9月は、えー、利上げ幅が0.5%になるんではないかというそういう動きになっていますね、うん、はいえー あとまあ、フェラデルフィア年金のハーカー総裁なんかは、えー、政策金利を年末まで3%を超える水準に引き上げる必要があるというところで QT の効果を見極めながら追加利上げを必要かどうか判断すべきというような発言をしていますよね。と、うんまあ、ここら辺、割とブルンバーグは今日のところはよくまとまってるかなとあとはハーカー総裁の発言なんかもこんな、えー、出ていますね。 うん、それで、えー、結局、アメリカの株価は若干上がる局面あったんですけどね、そのパウエルさんの発言で、まあ、結局はあ尻すぼみというか、引けにかけては下落していったということで、プラマイはほぼゼロぐらいのところで3指数揃って、えー、終了ということで。うん これなんかを見るとやっぱりままちちですよねで。あとはエネルギー関連が結構下落しました、えー、とエネルギー価格落ちたんで、えーまあ、ここら辺ですよね、あのー、これに関しては原油価格が落ちてるんですがうーん ちちょっとお待ちください。バイデン大統領が米国のガソリン価格が過去最高を記録したことを受けて夏の行楽シーズンにあたる9月末までガソリン税を停止するように連邦議会に要請するという表明ということで、まあ、これなんかも原,原油価格の下落に寄与したというところですね3.3、まあ、ドルぐらい落ちて 106.19WTI は えまあ、それで終了ししたたという感じになりましたフェアグリードインデックスをですね若干前日よりはーマーケットの雰囲気良くなりました、まあ、ただ依然としてエクストリームフェアということで、あのー、マーケットは弱気になりました。 かなりいいおわきの部分になっているというところですね。いつも言うようにそれほど株価が戻ったとしても楽観視し,してないということで、ただ昨日は結構あの。 そうですねビックス数が28.95%まで30%割れて低下してるんで、これちょっとオプション市場では少し楽観的な見方になったのかなという雰囲気はしますね。うんまあ、決して楽観的というわけではないんですが、少し落ち着いたかなという感じはします。えー、っと そうですね、17歳の利回り見てみましょうか、えっと、3.5%ぐらいまで上昇、先週上昇する局面もありましたが徐々に低下していって昨日もあも、のー、発言を受けてやはり景気後退の可能性あるよねっていうことをパウエーさんが指摘した部分というのは大きかったと思います。まあ、それでで3.16%ぐらいまで低下。 えっと、2年債利回りの方も一時3.45%ぐらいまで上昇してたんですが3.06%まで低下ということで、まあ、ここの部分ですね昨日はずっと終日低下する局面になりましたとそれを受けてそうですねドルインデックスドルインデックスも一時105に迫るところあったんですが その後下落して終了というところですそうですねドル円106円60銭台まで上昇したんですがやっぱりそこが重いですよねでただ105円台ま105円のこの50-60というところですねここは あのしばらくこのレジスタンスになったところなんでそこを維持できるかどうかっていうのは重要なポイントになるかと思いますうんちょっとピボット見てみましょうか週間ピボット見るとちょうど136円の55ここのところがあの週間ピボットのレジスタンスになってるんですねまあそこが一応ちょっと効いてるかなというところですねうーん短期的にはこの105円 135円の5丸と136円の5丸のレンジをちょっとしばらくやる可能性っていうのはあるのかなというところですね。まあユーロも終盤えっとドルがあのー、下落したっていうこともあってユーロ反発しました。1.06の ところまで、えー、行きましたあ、1.0610、まあ、まあ、ここが週間ピポットになってますので、まあ、ここがレジスタンスになって一方で、1.05割れのところも、えー、週間ピポットになってますので、まあ、この範囲、今のところこの範囲内での動きになってます。まあ、ユーロに関しては、えー、と、そうですね、えー、と、ちょっと待ちを。 うーんと、きオプションが、強圧うですね、1.05あたりに、強圧うオプションがあるんで、まあ、これの影響もあるかもしれませんね。このオプションの影響で、うんやはり、えー、1.05を挟む動きになってるのかなという感じがします。あんまり何もなければこの範囲内かなと。あと昨日 やっぱりポンド結構消費者物価指数が高かったですよね。うん、まあ、ここら辺もあのー、世界的なインフレの傾向ということでポンドあのー、前回もねちょっと割と利上げしていくっていうことを言ったんですけどポンドも強かった。カナダもやはり、あのー そういう意味ではカナダ買いになったということですね、カナダもちょっと、えー、っと、ちょっとお待ちください。 消費者物価指数9.1%に上昇ということで、まあ、ここ、前月の9%からあー英国はえ強い動きになったあとカナダもそうです、ね、消費者物価指数出たんですが、えー、とコアの部分も6.1%と前月の5.7%からえーさらに上昇。総合指数の方も 前月の6.8から7.7%に上昇ということで、まあ、ここらへんが、えー、カナダもさらに利上げが必要になっていくのではないかという、そういう,う思惑ですかね、ちょっとカナダがいいカナダ強,、えー、強含みになりましたよね。はい えっとあとはあそうですね今日はあ今日のところはトルコの金融政策発表ありますまあトルコはちょっと利上げしないんで。 まあちょっと引き続きトルコずっと弱いっていうのはしょうがないですよね。あと新規失業権、申請件数。あと、パール議長、今日は会員で、えー、とお話しするんで、とそれとか、まあ、サービス業、PMI とかが出ますね。あと、入,あの入札ありますね、えーと。昨日もあったんですけど、おえー、今晩も。 5年債の入札ありということで、まあ、ここら辺が、えー、アメリカの金利、債権利回りにどういう影響を与えるのかなというところをちょっと見極めたいところですね。はいえー、ということで、今日のところはそんな感じということで、パウエルさんの議会証言は、 記者会見の,時のね、あのエ FMC の記者会見の時に比べてそれほどちょっと大きく逸脱してるっていうところはなかったと思うんですが、えー、ポイントはあのー、景気減速の可能性を一応強調してたんであくまで可能性それを目指すわけではないとは言ってたんですが景気減速の可能性を指摘してたんで、まあ、そのことが再建利回りの低下を促したと。 ただ、その債券利回りの低下というのは、やはり株価の上昇にはちょっとつながらなかったというのが、昨日の動きでした。この動画良ければ、いいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今日も頑張りましょう